こんにちは。今朝も冷え込みました。氷が張っています。今日は日差しがなくてとっても寒いんですけども、一日中こんな感じかなと思います。朝8時ごろですね、外に出たら、ジョウビタキのピオちゃんがいつものように追いかけてきました。今日も、またいつものようにミルワームを食べています。もう手に乗るのはね、本当に平気になってしまいました。今日はちょっと後ずさりをするような姿が見られたんですが、何か意味はあるんでしょうかね。鳴き声も今日は聞かせてくれました。ピオちゃん、呼ぶとね、来るんですけども、呼ばなくても来るようになっています。ピオちゃん、一歩下がってそのまま飛んでいってしまいました。クリスマスローズ、グリーンのクリスマスローズが咲き始めました。この色もね、いいですね。こちらは紫がかったピンクというんですかね。もうなんか寒くて、撮影が乱れております。クリスマスローズの隣に芍薬、コーラルチャームという芍薬の芽がちょっと伸びてきました。芍薬14種類ぐらい植えてあるんですけども、芍薬は枯らしたことはありません。ちょっと植え替え、株分けですか、株分けが面倒なんですけどね。こんな感じです。こちらはバルビネラという植物です。つぼみが出てきたのでね、春になったら花が咲くと思います。宅配便が届きました。開封の様子を、収めようとしたんですが、片手ではうまく開けられません。ただいま鳩時計が11時をお知らせしております。中からチラシが出てきました。なんか生活感がある感じですよね。で、出てきたのはネズミの絵の描いてあるケースなんですけども、これは殺素剤です。家ネズミではなくて、畑とかね、庭にいる野草に効く薬ということなんですが、トウモロコシの周りに薬剤がコーティングしてあります。で、これを食べると、数時間で野ネズミが死んでしまうということなんですが、それをもし他の動物が食べてしまっても、そちらの動物には害はないということなんですね。で、実はこれが本当に効いてるかどうかっていうのは、はっきりと証拠がまだないんですが、それはと言いますのは、死んだネズミを見たことがないんです。ネズミが死んでいるとカラスとかが、持っていってしまいますからね。で、ここが重要なんですが、この薬剤を直接食べるとペットとか家畜が危険だということですので、お気をつけください。ぬかを巻きましたらスズメがやってきました。ヒヨドリも1羽やってきましたね。スズメなんですけども、私の姿を見ると飛んでいってしまいます。庭には50羽ぐらいスズメが今日来ていたので、物おじしないスズメだけ、苦労しないで米ぬかが食べられるというわけなんですね。このヒヨドリ、やっぱり今日も威張っていましたね。丸尾の声さっき聞こえたと思うんですが、私がダビングをしていましたら、ちゃっかりデッキの上に乗っておりました。お腹がポカポカあったかいんだと思います。これをこの戸を閉めたらどうなるのかなと思って閉めたんですが、丸尾は全然動じることなく温まっていました。開けたらすぐに出てくるのかなと思ったんですが、全く動きませんね。キョロキョロしています。こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。さようなら。